皆さん、ご機嫌いかがでしょうかラファエルです今日はねあの不思議な世界目に見えない世界のお話ということであの占いいいいにつててお話をしていこうと思います皆さん、占いって聞くとあの本当に特別な人が持つそういう霊,霊感だとか霊能力だとかそういったイメージを持つ人が非常に多いと思うんですね。 なんですけど、私が思う占いっていうのはね、私自身が今占い師として生計を立てているんですがあれは自分がどれだけあの特別な存在であるのかっていうのをアピールしたくてそういうね、あの難しいことだとかあとは一握りのほん,ほんの一部の人にしかできない行為だみたいな感じで演出してると思うんですよね。 それ,それがあのなんか不思議なベールをかけて占いっていうものを特別しさ,せるさせることになっているんじゃないかなと思いますでその占いの仕組みについてなんですねで占いの仕組み例えばタロットカードでも先生術でもあとはル,ルーン占いでもあとは 旧世紀学とか色々ありますよねでその旧正規学とかまあ先星術っていうのはある程度統計学みたいなところがあるからどうかなと思うんですけど直感を使うものねタロットカードとかルーム占いでこの私が専門で扱っているタロットカードなんですけどまあ78枚のこういうね絵札のついた。 あのカードがありますでこれをまあいろんな切り方あの何て言うの展開の仕方っていうのがあって占っていくんですけど私はねこのタロットカードの仕組みっていうものを自分なりにあの確信を持って言えることがあるので今日はそれをね暴露しちゃいます。タロットってね まあこれはあれですね。今たまたま撮ったのが、ペンタクル、金貨です。金貨のこのナイトですね。これ正位置、逆位置あります。で、両方意味がもう無限にあります。で、これをコンビネーションでバーってたくさん出したり、そうい,そういった中であの情報を読み取るっていう戦術なんですけど、これって、あの、霊感なんですよね。直感霊感なんですよ、元々が。 で例えばもう皆さんが常に持っているそのどここかででは気づいててるるとってあるんですよねその無意識化の中での気づきやもうビビッと霊視をしているみたいなそういったものを見えやすくしてくれるのがタロットカードなんですよ。例えばねあの映画とかですごくね 伸び悩んでいる人ゆゆ夢をつかみたいけどなんかどうやったらいいか分かんなくてあの思い悩んでる人が電車のつり革の広告を見たそのほんの一文字みたいなところが目に入った瞬間に全てがつながって自分の無意識感の中ではもう練り上がっていたただ表出化していなかったアイデアがそのつり革の広告のチラシのもうその本当に一文だけでね あの、呼び起こされるみたいな。見たことありませんかそういう物語。本当にそんな感じで、自分がね、実は知っていること、感じていることっていうものを、このタロットカードが見せてくれるんですよ。じゃあどういうことかって言ったら、タロットカード自体には、魔力とか、あとは不思議な力っていうのはないんですよ。これはただの紙なんです。 でただ非常によく作られた紙なんですね。ここまでね人の五感第六感まで刺激してくれるカードってそうそうないんですよ。カラフルだしね、あのー、いたくさんの意味を持ってるしだから暗記するのが重要なんですよ。このカードの意味っていうのは、まあ、例えば「聖地逆一」20個以上は本当に。 暗記していなければいけないと思います。本気でタロット占い師になりたいんだったら。で、その中で自分がピンと来たことがあるわけ。で、こうやって見てると、なんだ、犬に注目がいた場合は、犬が登場したりとか、あとは、なんだ、この、例えば太陽、太陽ありますよね。この太陽に私が注目してしまった場合は、その、占、占った、 あの、占いで出てくる人その日の天気まで分かるわけなんですよ <laughs>。だからそれってもう霊視なんじゃないかなって私はもう。これだったら夜ね、これは夜ですねとか、海辺ですねとかさ、そういう風に言えるわけ。ただ、もう霊感も直感も弱くて使えてないのに、まあ、ただ単にこのカードの意味を覚えて、 こういう意味ですねこういう意味ですねって言ってもあんまり当たらないわけだからタロットカードとかっていうこういうね霊感直感を使うものっていうのはそれなりにその,その人がねあの持ってなきゃいけないその力をただその直感霊感っていうのは誰しもがあるってことねだからほんの一握りの人にしか占いができないわけじゃないの鍛えあの筋トレと一緒であの鍛えればいいだけなんですよ で、そのタロットカードについてもうちょっと話すと、タロットカードっていうのはね、やっぱ組み合わせで見るのが私はすごく好きで、まあ7枚スプレット、15枚スプレット、22枚スプレットってあるんですけど、調子がいい日は増やす。で、自分があんまり今日は調子が良くないなっていう時はもう逆に絞ってみた方がいいね。で、その時にね、なんかね、こういう、 人物の登場人物とかねパパパ,パっパまて枚数増やせば登場するじゃないこういう人物のカードがたくさん。でそれがね家族のメンバーで見えたりとかあとは流産した子供の数とかねあとはすんすんごいなんかや,やんちゃしてるっていうかあのや,やりまん <laughs> やりまんの女性とかだったらなんかその。 股にかかかけてるる男のの数とかそういういが分かったりすすんですよねだからそういうのが非常に面白いなと思ってこのタロットカードはまあじゃなかったらこんな長いことをあのすごく人気のある占いではないと思うんですねだから初心者にはめちゃくちゃ向いてる、あのー、占いだって言われるかもしれないんですけどそれはねうん初心者がある程度その直感霊感っていうものを 磨けたたた人だっらら始めたらすぐに使えるもの例えば、修行期間がもう何年かないとできませんよとかじゃなくて、本当に触ったその日から占える、ね、霊感とか直感があれば。だからこの動画を見ている人で、自分の直感霊感っていうものにすごく自信がある人は、もう今すぐタロットカードを手に入れて、1枚でいいんですよ、最初なんて。パパパって切ってね。 もう質問何でもいい質問何でもいい1枚1枚引いてで自分がこの絵をねじーっと見てメッセージを受け取るそれだけでいいんですよなんか面白いよね <laughs> うーんでその直感霊感の磨き方ってどうやってやったらいいんですかっていうふうに聞いてくる人いるんですけどまあ結局 ずっと話しているようなその目に見えない世界っていうものに抵抗を持たないっていうことですね。目に見えない世界で抵抗を持たないってどういうことかって言う,うとね、やっぱり見たくないとかいやでも占いタロットラーナやってみたいけどなんかインチク臭いインチキ臭いよなとかそういう風うに疑いを持ってるとやっぱりそういうね認識になっちゃうの。 結局ね、私がずっと言ってるノンデュアリティの話でもそうなんですけど、自分が意味をつけるから、その世界は初めてそういった意味になるわけで、じ自分がね、定義づけなければ、ただそこに存在するだけなんですからね、このタラトカードだって。だったら、いい意味づけをしましょうよ、なのよ。いい意味づけって、例えばこのカードは、私の直感、霊感を非常に、 あの、際立てて、際立ててくれるツールだ。っていうふうに思えばいいわけですよ。で、あとは数をこなすだね。ピンと来るまでずっとやる。あの、根気強くやるって感じです。い、いきなり当てられないんだったら、あなたの霊感直感っていうのはまだ低いんですよ。で、それが、でも鍛えれば絶対に、あの、できるようになるんで、 それはやっぱトレーニングですね。どれだけ集中力っていうものを持って取り組めるか。あとは、あの疑わずに、その占いっていう文化を疑わずに、あの、どれだけのめり込むか、信じ込むかっていうところになります。で、あと固定概念をなくすことですね。お客様、例えば占いに来てるお客さんで、本当のこと言ってない人が半分ぐらいかなと思いますね。 自分に都合のいいようにもう話を最初からすり替えてるかもしくは本当にそういうふうに思い込んでるそれを嘘つかせないのがこのタロットカードなんですよだからねなんかよくレベ,レベルとかっていうんだよねその霊感のレベルこの見て霊視できる人すごいよねってでもこのタロットカードで霊視してる人の人数はもっと多いんだよね でや,やばい人になってくると本当にやってることはもうあの沖縄のユタとかと一緒の一緒のレベルになってくるじゃない例えば水子の数を当てたりとかあとはし死者の声を聞くことだってできるのタロットカードでなんかそれってすごいなと思うただツールを使うか使わないかってだけね なので、なんかそういったことに興味がある人は、ぜひね、タロットカードを触ってみるといいんじゃないかなと思う。もうなんかこういうふうに引いてとかい,いいのよ。最初は一枚ね、何か念じながらね、例えば、うーん、誰々さんは私のことをどういうふうに思っていますかって。<laughs> すごいオトメチックな。あ、こういうふうに思ってるんだ、みたいな。 でもまあもう一個ね言っちゃうと結局今私のことどう思ってますかって自分軸で考えちゃうと占いって実は当たらなくてやっぱ他人様のことを占った方がいいねだから自分のことだけ知りたい人っていうのはまあ難しいかもしれない難しいというかやるだけ無駄かもしれないけど知り合いを占ってあげる困ってる人とかあとはお友達でも兄弟でも家族でもいいんだけどその人たちが困ってることがあったらその解決法とか原因は何ですかっていう風に あの聞いてで1枚引くそうするとあ原因はこうなんじゃないとかっていう風に自分で当てることができるのであとは改善策をあそこにあてがうだけです。という形で今日はねちょっと不思議な世界、あのー、の話をするチャンネルですから占いについてお話しさせていただきました本日もごご視聴ありがとうございました。